子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日はスピーカーシステムの紹介をしていきたいと思います。私普段部屋で使っているメインシステムのスピーカーはエレクトロボイスセントリー 4B っていうオールフォーンタイプのスピーカーにあるんですが、まあそれだけでもこうジャズ的に言うとこう迫力ある音が出るんですが、若干かまぼこバランスなんですよね。それで現代のジャズも楽しめるようにフォーステックスのスーパーツイーターと同メーカーのサブウーハーも増設してるんですよね。それで今回はスーパーツイーターの有無、サブウーハーの有無で音質比較をしていきたいと思います。まあ、スーパーツイーターとサブウーハーでどのような効果が実現できているのかということを検証していきたいという感じですね。で本日聴いていくレコードはこれになります。ザ・トニー・リー・トリオブリティッシュ・ジャズ・アーティスト・ボリューム1、まあ、このアルバムの中から A 面、まあ、サイド1の3曲目のエミリー、これ好きなんですよね。これ聴いていきたいと思います。まあ、これいろんな方カバーしてる名曲ですよね。大好きです。それでは早速聴いていきましょう。
はい、お聞きいただきましたが、皆さんはどのように感じましたでしょうか。今日はこのレダイグ10年、これ飲みながらやってました。お疲れ様です。このレダイグ10年、マル島にある鳥羽森蒸留所で作られてるんですよね。フェノール値 35ppm、 結構スモーキーなんですよ。で、香りはですね、ウッディーであり、なんか焚き火的であり、あと木造校舎みたいな、そんななんか雰囲気なんですよね。味の方はまあスモーキーでありソルティーであり、まあ、少し洋土臭もありのクリーミーな感じが結構ありますね。すごくバランスがいいモルトだと思います。まあ、スーパーツイーターをプラスすることによって、まあ、高温のサラサラ感が増してますよね。まあ、そのサラサラ感と、なんていうんですかね、まあ、エアー感、まあ、空気感っていうんですかね、まあ、アンビエンスの表現は増してると思います。あと、まあ、高温もこう伸びることによって低温もある程度こう補強してあげないとバランスが取れないので、サブウーファーを通過してるわけなんですが、まあ、それでこう補ってピラミッドのバランスを作ってあげると、ゆったりとした聞き疲れしない鳴り方になるんじゃないかなと思います。まあ、かまぼこ型でこう中息がこうズドンとこう強い感じも気持ちいいんですが、私はどっちかというとこうゆったりピラミッドバランスで鳴ってる感じが好きなんで、今こういう形にしています。本日はスピーカーシステム紹介ということで、スーパーツイータープラスサブウーハー、まあ、どのように音に違いが出るのかを実証検証していきました。また面白いことありましたら動画にしていきますので、よろしくお願いします。それではまた後ほど、さようなら。